2つって玉ねこをしてるから正確には玉札だよね。うん、そうだよね。ん、あ、妖怪。あずきアライダー。僕のおじいちゃんだよ。君んち妖怪一家だったの？人間一家だよ。だってこの人僕たちとあまりに姿が違うじゃないか。だって老人だもの。老人？人間は年を取ると老人になるんだよ。噛まない？噛まないよ。むしろ歯のない老人も多いぜ。そうなんだ。うちおじいちゃんもおばあちゃんも全滅してるから老人なんて知らなかったよ。何でも食べるか。何でも食べるけど魚が好きだよ。わっ、僕も自分のおじいちゃんに魚の切り身をあげてみたいな。そこの僕、お目が高い。本当にね、この時代を選んで生まれてくるってだけでお目が高いですよ、あなたは。いや、素晴らしいガキだ。僕ですか。フリマーケットやってますよ、フリマ、フリマアプリ。え、これアプリなんですか。はい、今はね、何だってアプリですから、どうぞご覧になってください。魂の抜けた人が売ってる。お目が高い。この人はね、本当に仕事人間だったもんですからね、定年退職してね、抜け殻みたいになっちゃったんですよ。じゃあ動かないんですか。動きますよ、高齢術使いますから。高齢術。そうそう、抜け殻ですからね、あなたのお好きな霊をね、入れていただくことができるんですよ、お好みで、トッピングで。死んだ僕のおじいちゃんも入れられますか。入れられますよ、そのまま使えますよ。おいくらですか。ただですよ、フリーマーケットですから、フリーです。でも、ただより高いものはないって言うからな。ただより満足度が高いものはないって意味ですよ。そりゃそうでしょ、ただは安いに決まってるでしょ。わざわざね、ひねくれなくていいんですよ。ひねくれてる人が頭いいってわけじゃないですからね。じゃあください。いらっしゃいませ。このタイミングなんだ。抜け殻の人間におじいちゃんの霊を入れてもらったよ。懐かしいの。返してきなさい。どうだよ、僕もおじいちゃんと暮らすんだ。本当にお父さんなんですか。そうじゃ。こんな感じじゃなかったよなあ。理想の父親じゃなくてごめんな。そうじゃなくって、あなた偽物でしょって。理想の父親じゃなくて申し訳ない。ちょっと何してるんですか。この通りだ。頭を上げてください。許してくれ、申し訳ない。参ったな。こうして僕たち家族はおじいちゃんと暮らし始めました。しかし数日後。ご飯はまだかね。さっき食べましたよ。ああ、食べてなかんべ。え、いただきます。こちらで召し上がらないんですか。どこでもいい。はあ、さっき食べたのに。最近はずっとこんな感じなんですよ。やっぱり仕事辞めるとボケるのが早いんだな。そうだ。そうしたらおじいちゃんに小豆を洗う仕事を与えよう。確かに指先を動かすのはボケ防止にいいらしいからな。そうか、小豆洗いの正体はボケ防止老人だったんだ。あれ、いない。おじいちゃん、あずき持ってきたよ。あなた、これ。ん？なんだ、ちょっと開けてみよう。これは。な、誰だ。あ、フリマのおばあさん。ちバレちまったか。おじいちゃん、ボケたふりしておばあさんの分の食べ物を運んでいたんだね。ここで暮らしていたのか。抜け殻のふりしたってダメだよ。高齢術なんて真っ赤な嘘じゃないか。ボケたふりまでしやがって。ボケたふりじゃない、これが本当の高齢術だよ。ふっ。その夏、僕の前に現れた抜け殻はセミではなく一人のおじいちゃんであった。その体に宿っていたのは僕の本当のおじいちゃんではなかったけれど、それでも共に過ごしたあの夏の思い出は決して偽物なんかじゃなかったんだ。